すごいけど風がやばい。あ、今日やばいね、めちゃくちゃ風強い。ちょっと僕今日バックスタンドで観戦なんで、どれくらい雨と風の影響を受けるか見に行ってみましょう。いやマジで肩出してる場合じゃねえじゃん。よいしょ。座席濡れそうにないのでここで試合観戦しようかなと思います。多分雨が、南からメインの方に抜けてるのでボールラとメインの人はちょっと濡れちゃうかもしれないですけど、僕の席の周りは多分雨に降られないっぽいです。で今日は一応雨の日お席変更券これ一応500円で購入したので、その席はじゃあ実際濡れないのかを見に行こうと思います。雨が降ってどうしようもなかったら試合観戦しようかなと思います。疲れた。トンカラニンニクトントンください。生ハッキーいただきます。はい、じゃあ手をお願いします。ルヴァンカップ名古屋グランパス VS、徳島ヴォルティス前半終了しまして今0対0引き分けです。どうやって攻撃したらいいんでしょうか。徳島の20番と23番非常に上手なんですけど後半、攻め方が分かりません。まあ、でもそれでもね勝ち点3今日は取りたいと思ってます。最後まで応援するぞ。はい、ルヴァンカップ第3節名古屋グランパス VS 徳島ヴォルティス、なんと2対0で名古屋グランパス勝ちました。イエーイ。酒井選手移籍後初ゴールおめでとうございます。そして柿谷選手の股抜きシュートもしびれました。久しぶりに現地で勝ち試合見えました。お家帰って早く美味しいお酒飲みたいです。次も期待してます。